小野田は日本の敗戦後、兵士3人と共に戦闘を続けていた。しかし、仲間の投降、戦死があり昭和47年には一人で戦うことになる。そして、昭和49年、かつての上官から正式な任務解除命令を受け、ようやくフィリピン軍に投降する。終戦時の昭和20年に島のジャングルに姿を消して以来、29年にわたり、小野田博夫は戦闘状態のまま命令を実行し続けたのです。小野田博夫、30年間戦闘状態だった日本兵。昭和20年8月15日、終戦、現地の日本軍は玉砕しており、任務解除の命令はすでに届きません。それもあり、小野田たち4名にはもちろん補給などありません。食料を自給するために、野生の牛を捕獲して乾燥肉にしたり、自生するヤシの実やバナナを食料にしていました。そして、小野田少尉たちは戦闘中であるため、旧日本軍の小銃で武装、フィリピン軍と幾度も戦闘をしていました。小野田少尉たちの持つ武器は、99式単小銃、38式歩兵銃と、軍刀です。補給もないのに弾薬はどうしたのか不思議に思いますが、弾薬は、島内から拾い集め、火薬には島内に遺棄された戦闘機用の機関銃弾の実砲の火薬を、銃の薬莢に移し替えて使用したそうです。その4人は、他局も米軍基地に何度も挑んでいます。日本軍が再び戻ってきた時のためにレーダー基地を破壊し、米軍に対する撹乱攻撃をし続け、ついには米軍レーダー基地の司令官をも狙撃して重傷を負わせています。終戦からこのように戦闘を続け5年後、部下の赤津雄一一等兵が夜間行動中に小野田グループを見失い単独行動となり、行方不明になってしまいます。3人で必死に赤津一等兵を探すけれど、赤津一等兵はその時声を上げることすらできないほどに、負傷し、衰弱していたそうです。そして、赤津一等兵はジャングルの中で倒れて意識不明になっているところを、米軍に発見され逮捕、フィリピン警察に投降し翌年に、他の元日本兵13名と共に帰国しました。帰国後に小野田、島田、小塚のルスカ族を訪ね、3人がルバング島の山中に生きていることを説明しています。一方、小野田少尉たちは、米軍レーダー基地に攻撃を繰り返しつつ、再び日本軍がルバング島に戻った時のために密林にこもり、情報収集や情報活動を続けます。その後、昭和29年5月7日、地元警察隊との間で銃撃戦が起こります。この時、島田少尉一伍長が眉間を撃ち抜かれ、亡くなっています。残った小野田少尉と、小塚錦糸地上等兵は、それでもなお密林の奥に潜みましたが、偶然、壊れたトランジスタラジオを手に入れます。機械に強い小野田は、このラジオを改造して、短波受信機に作り変えました。そして米軍倉庫から奪い取った金属製ワイヤーで、自作アンテナを取り付け、BBC、ABC、北京放送、ラジオ平壌、ラジオジャパンなどの放送を聴取することで独自に世界情勢を判断していました。ラジオ以外からは、現在の情勢を理解できないがゆえにルバング島で戦闘を継続しているのだろう、と考えた日本からの残留兵捜索隊が現地に残していった日本の新聞や雑誌からも情勢について把握していました。しかし、これらを米軍が日本兵をおびき出すために新聞、雑誌を巧妙に改ざんした謀略、宣伝工作だ、と信じて疑わなかった。二人は、毎日、短波放送に聞き入りました。ある日、短波放送から日本の競馬中継が聞こえてきたそうです。二人は、競馬中継を聞きながら、二人だけで賭けをして楽しみました。何もないジャングルでの生活の中で、唯一の娯楽と言っていいでしょう。それらの情報から、小野田たちは、日本が繁栄している。しかし、それはアメリカの支配下の傀儡政権の下ではないかと考えていたようです。そんな中、昭和47年、地元警察隊との銃撃戦となり、小塚錦糸地上等兵が戦死します。小野田少尉は、復讐心が高まった。目の前で30年もの戦友を殺された時の悔しさなんてものはない。と後年怒りを込めて述べている。この元日本兵射殺事件は、地元で大々的に報道されました。遺体は、間違いなく小塚錦糸一等兵であると確認されました。大東亜戦争、最後の戦死者です。残る1名の日本兵は小野田少尉であることも、確認されました。捜索隊は、山狩りをしますが、この様子を、小野田は見ていました。これはアメリカの支配下の傀儡政権に強制されての行動であるかもしれないと思い、小野田少尉は引き続きジャングルに隠れました。この時期に運命を変える鈴木則夫という人物が小野田に近づこうとします。鈴木は、金や太鼓を叩いた大騒ぎで捜索するから小野田さんは、懐疑的になっているのだ。俺だったら、小野田さんの占領地に一人で入っていって、野営する。そうすれば、縄張りを荒らす奴は誰だ、と小野田さんの方から姿を現すのではないか、と考えた彼は、和歌山ポイント、と呼ぶ川の合流点に、白い蚊帳のテントを張っていました。小野田は当然気づいており、4日間監視を続けました。野営するからには狙撃兵を連れた討伐隊か、パトロールに違いないと疑念を抱いていたのです。そして、鈴木さんの読み通り野営しているテントに、銃を持った小野田さんが現れます。長い間、ご苦労様でした。戦争は終わっています。僕と一緒に日本に帰っていただけませんか、と震える声で話しかけるも、俺には戦争は終わっていない、と一括されます。一方、小野田少尉は冷静に鈴木さんの様子を、頭のてっぺんからつま先まで観察し見分しました。この時の一つの違和感が、徐々に信用につながっていきます。もし、奴があの時、靴下にサンダルという妙な格好をしていなかったら、撃ち殺していただろう。なぜなら、フィリピンでは、靴下を履く階級は、サンダルを履かない。必ず靴を履く。小塚さんが戦死して2年、寂しさも追い風となり、その奇妙な格好をした青年と、夜を徹して語り合いました。そして、小野田さんを見つけたという証拠に一緒に写真を撮りたい、とカメラを持ち出しました。ところが機械に弱い鈴木さんは、
セルフタイマーの扱いがわからない。戦前カメラが趣味だった小野田さんが、だらしがないぞ、貸してみろとカメラのセルフタイマーを作動させて写真を撮ったそうです。これがきっかけとなり、小野田少尉は投稿する決意をします。その出現当時の小野田少尉が発する生々しい迫力に、戦争を知らない世代は違和感を感じました。戦争中の日本軍兵士は皆発見当時の小野田博夫のような相手を見据えて射抜く強い眼差しとオーラをまとっていたということです。そして小野田少尉発見に難航したのには理由がありました。日本フィリピン両国にとって小野田少尉の存在は悩みの種でもありました。ルバング島の住民や警察、兵士に損害が出ていたからである。中にはできれば死んでいて見つからなければその方がいいという思いもあったかもしれません。2つ目は小野田少尉が旧日本陸軍の諜報謀略要員養成の中野学校二俣分校出身で、そこでは破壊活動と遊撃戦を学んでいたこと、日本軍の撤退後もそこに留まって日本軍の再構成に備える残地諜報者として小野田少尉はルバング島に配属されていたからです。鈴木さんの説得に応じた小野田少尉は昭和49年3月9日村におりました。そこでかつての上官である谷口義美元少佐から任務解除及び帰国命令を受けます。この時小野田少尉は命令受領に先立ち、先に谷口元少佐に直立不動の姿勢で在フィリピン米軍基地の最新レーダー基地に関する詳細な状況報告を行っています。その内容は極めて正確かつ詳細なものでした。その後フィリピン軍の軍事基地にてフィリピン軍基地司令官に軍刀を渡します。軍刀を渡すというのは軍人にとって幸福の意思表示であり、この時処刑されることを覚悟していたそうです。しかしフィリピン軍司令官は一旦受け取った軍刀をそのまま小野田に返しました。そしてこう言いました。この軍刀は受け取れません。なぜならあなたは軍隊における忠誠の見本だからです。こうして約30年間にもわたる小野田にとっての大東亜戦争は終戦しました。翌日小野田は大統領マルコスとマラカニアン宮殿で面会しました。大統領は挨拶の中で小野田さんに、あなたは立派な軍人ですと最大級の賛辞を送りました。マルコスは小野田がフィリピンで犯した残留兵による略奪、殺人、放火などの犯罪行為について恩赦を与えられました。大東亜戦争を戦い続けた小野田少尉たちにとってはこれはもちろん戦争行為です。しかし戦後に生まれたフィリピン政府から見れば平時における殺人です。そのため元日本兵により現地住民が殺傷されたことは問題視され、日本政府はフィリピン側に対し見舞金という形で3億円を拠出する決定をしました。マルコス大統領はこの問題について超法規的措置をもって小野田さんを称え、小野田さんを一切の罪に問わないという意思決定を行っています。これこそ国家の貫禄があるということではないでしょうか。そしてこの席上、州知事夫人が改まった顔で突然次のように切り出しました。ミスター小野田、島の女性と子供たちからメッセージがあります。州知事夫人は続けました。島の男たちは30年間大変怖い思いをしました。不幸な事件も起きました。しかし小野田は決して女性と子供には危害を加えませんでした。彼女たちが子供たちと共に安心して暮らすことができたのは大変幸せなことでした。このことについて後年小野田は次のように述べています。私は別にジュネーブ国際条約に定められた事項を守り通そうという意識があったわけではない。人として当たり前のことをしたまでです。武器を持って襲ってくる相手に対してはたとえどんなに敵が強大で圧倒的な火力、圧倒的な戦力、圧倒的な兵力を持っていたとしても完全と立ち向かう。しかし武器を持たない者、抵抗しない者、不女子等に対してはたとえそのために自分が死ぬことになっても一切攻撃をしない。これが日本男児です。私は情報が隔絶されたこの島で30年近く祖国の敗戦を信じず残地調査として戦ってきた。私は日本の現状を全く知らなかったわけではない。今になってみれば情報将校としてお恥ずかしい限りの現状誤認である。小野田さんが何度も繰り返しおっしゃる言葉は生きる目的、死んでもいい覚悟、一人では生きられないです。30年もの間島でたった一人で戦っていた小野田さん、その小野田さんが人は一人では生きられないとおっしゃる、そして大きな恩恵があって生きているのだから決して一人で生きているわけではないとの言葉と30年に及んだ行動が、自殺者が増え続け引きこもりも増える現在の日本で多くの国民が失っている愛国心と和の心に響いてほしいと願います。